あなたに伝えたい何より大切な言葉があります。大切なお客様と真摯に向き合う感謝の気持ち。ありがとう。新幹線座間店さん、おはようございます。東西街道連の柴田です。抽選任天堂64。主要なところはいけないでしょう、おそらく。まあそのバン3であったりとか、サラバンであったりとか、窓2であったりとかは決意が固まりました。とりあえずおまじないをかけておきます。朝一よし、今電磁波を送りましたから、両方とも6になりました。これでよし、じゃあ行こう、入場だ。ありがとうございます、よろしくお願いいたします。いやー、開いてる、あー開いてんだ。どっちがいいやろ、めっちゃ出てるやん、こっち。はい、じゃあ打ちます。わわわっしょい。俺打ちとは、俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。今回も撮らせていただきました、エアジキタ。まあ窓ツーとかみたいにね、打ちすぎって言われる意見もごもっともですが、好きな台を、せっかくの収録ですんで打ちたい。もうほんま年内ではお別れの台ですから、打ちたい台も打てない、こんな世の中じゃポイズンなんで。前回がアマテラスとか入れてくちゃくちゃにやられたので、設定判別します。位置も変わって2台構成になったんで、もしかしたらどっちか入ってるかもしれないんで、一応機能がマイナスの方の台を撮らせてもらいました。3回発当たり引くまでとりあえず打ちます。その間に選ばれたところのモード F の 50% のところ、まあ6やったら 80% になるところっていうのを何回か見つつ、3回発当たりまで追って、でそこで、続けるか、やめるかの良し悪しを決めていこうと思います。今日はもうちゃんとヤジキタを真面目に回す、楽しく真面目にヤジキタを打つ、そして買って帰る、これ重要、買って帰る、そこが重要です。2020年度第2回ヤジキタ祭り開催のレバー、はい、行きましょう。とにかく子役確率並びに周期されるかどうかってところを見ながら打っていくっていうのが、まあヤジキタの基本スタンス。ボーナスの当たる、ウム、まあスイカスね、と強チャンス目で、まあ周期でのそのモード、大体低設定ばっかり打ってるんで 50% なんですが、気持ちも打ってるって感覚も。ただ6だけはそこは 80% になるんで、団地で入るんですよ。でそのテーブルも最大1回目で一番上のところ選ばれるよっていうテーブルもあるんで、全体的に6は短縮もしやすいし、周期到達までので、その周期到達したところの当たりもめちゃめちゃ軽いんで、まあもうほんまに初当たりが取れまくるイメージ。6打ったことないから、あ、アプリではある、アプリでは売ってますけど、ヤジキタってもう演出の絡みがめちゃくちゃ多いんですよ。モード F 以上濃厚の演出とかもあるし、いろいろあるんで、その演出の絡みを全て覚えるのは結構打ち込まないと難しいと思うんで、まあインターネット調べれば出てくると思います。なんでそこは確認しながら最初は打っていって、感覚であとは覚えていくっていう感じがいいんじゃないかなと。打てるのがかなり少ない時間帯になってきてるんで、その中でどうやるかっていうのはね。おいきなりスイカから短縮した、こういうスイカでの短縮とかも設定差あるし、70も70ほい、お、来た来た、4周期目かな、これが。ここは多分 50% 以上やと思う。激走ナイス、頼む、よし当たる、よい、4周期目、それでちょうど400ゲームっすね。投資が1万5000。グッド、おお、熱い、違う、え、お前今変速やったやんけ、ダメと思うか。いやー、おられちゃってるね今日も。はい、61ゲーム消化、193万、1はしょい、よし行くぞ、レースだ。まあそうですよ、そうなんですよ。いやでもなんか今までやってきたヤジキタの中で走り出しが一番弱いな今日。でもいつもと違うからこそ、この後爆発するんじゃないかなという淡い期待もある。途中で子役2連で捨てチェンしてたんで、ここ 50% 以上です。低設定でも2分1を取れば AT の場所です。いやー弱い、もろた、これで 50% を取ってきたのか、まあ 80% だったのか、突破率が高いところっていうのを外さなければ低設定でも出る。2回目も北さん、
来る。まあもうね、こいつほんま苦手。いやこんなんで終わりませんよ。まあまあまあ、そっかそっか。あかねちゃん、来ましたね、やりました。218ゲーム中期でいうと2周期目、これで朝一言ってた3回目のリミットあたりなんですけど、いいです今現状なんで、もう少しもう2回分だけ初当たりまして、5回目の初当たりまでちょっと見ようと思います。真面目なところは置いといて、今から楽しい祭りなんで、いきます。さあどっちしようかなと、 50% でワンプッシュが50ゲームの方、こっちがワンプッシュで5ゲームで10回目まで保証で、そこは80倍継続。僕これやれた試しがないんで、どうせ50やと思って俺はこっちする。えいっ、ワンモア。もう 50% 下手やね俺、ほんま 50% って何、ほんまに 50%? 49.5% も 50% とか言ってるじゃないんですか、悲しみの。もうはい、3回当たりで全部50や。おお、ガッタンガッタン、ゴットンゴットン。あれあれ、どこにおんの俺の真ん中のスイカ。この AT 大事っすね。はい、スーパーヤジキタボーナス。なんか音質悪くない、でかい。どうにかして音量下げれんのかね、音量下げれへんのかね。レア子役ジャクチェリー。はい、はい、236枚獲得、ゲーム。さらに本日3度目の当たりは479枚、1は勝利、80ゲーム。初当たりが軽いから気は楽よね。嘘だ、怖い。864ゲーム4回目のヤジキタ祭り、やっぱりチャンス。50ばっかりやんけ、もうひどない。一個一個の AT に集中していこう。1回の祭りに対してワッショイ1回ずつは入れてる。しかし1回しか入れてない、よく考えると。お隣さんトップです。いいな、ちょっとこれは見ちゃう。頑張ってほしい、俺みたいにならないでほしい。よしよし、俺の記録は超えてくれました。よしよしよし、40ゲームも超えました。今実況中です。今よし、50ゲーム超えました、いいですよ。よし、60も超えていく。俺ワッショイチャンス、もう俺今自分の台とかどうでもいい。やばい、70も超えてる。このままいくのか。あー、鳥人が80ゲームも超えたぞ、素晴らしい。おー、90も超えた、やばいやばいやばい、頑張れ頑張れ。おー、100も超えた、いった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 、こっからや。おー、しょしょしょ、おー、やばいやばいやばい、おいー、最高だ。はい、俺は上乗せ、高田が10ゲーム、お隣は100ゲームずつ乗ってる。はい、20ゲーム、お隣は100ゲームずつ乗ってる。やばい、4桁違うんか。いくいく、いったいった、4桁いった、やば、えぐ、1250ゲーム今。いや、もう十分ですよ、おめでとうございます。お隣さん1350ゲーム、僕前回60ゲーム。だから最低保証で終わる人もおったら伸ばし続ける人もおる。だからこの台は素晴らしいんですよ。ほんま 50% って何、ほんまに 50%? 黙れこそ。俺ももう一度飛び入れたい、すごいな。売ってないのに俺がひりついた、どこまで行ってしまうんやと。70ゲーム消化、192枚、2ワッショイ。これが現実、前回売ったやつよりこの台は設定いいと思ってる。ただ俺の引きが噛み合ってない今日、だからもう少し打つ。てか次の初当たりは最低でも5回目の初当たりまでちょっと見ようと思います。おっ、追加ボーナスか、追加から2回目ボーナス。いや、だからやっぱありそうやねんな、これも一番上とは言わないですけど、いい感じではあるんよな。サウナないよな。はい、176枚で終了、関所チャレンジでござす。3-1、どうだ、抜け、よし、悪くない、ほんまにくっそ曲げてるから悪くない。俺が今まで打ってきた下の方のやじきだと全く違う、テンション上がってるけど投資がいってるからもう感情がめちゃくちゃ行方不明。さっき 50% 外したじゃないですか、次は取れる、次は取る、取るんです、取ります。レア役ここで
今日チャンス目。なんでよ。難しいことしてるからヤジさんとかの方がいいから、はい、あ、ボーナスよ。はい、大きに。まさかのアッパレチャンス中にボーナス。今日チャンス目からなんで、しかも設定差ありますね。あ、それ目。うわ、もうせ今日テリーテリーキューッ。はい、三次元、オーケー、大きい。おー、乗ったか。あー、外れ目。189枚獲得、351枚と。それでは行きましょう、ヤジキタ祭り100ゲーム、573枚、ゼロワッショイ。引っ張ってこい、引っ張ってこい。お、絶壁さん、あかねちゃん、よし、壁を越えろ。よし、いや、なんか今日あかねちゃんがお見せてくれてることが嬉しい。しかしあかねちゃん全く行かせてない。あのね、そろそろ乱れ桜やると皆さん思うと思うんです。でもこれ80パーループなんですよ。で、80パーループといえば飛ぶなんです。俺はそれまで80パーループという武器は置いておきたい。なんでもうそろそろ継続するはず。はい、これ行きます。チョップで行きます。ギリギリチョップ。俺前回ヤジキタで負けた理由分かりますわ。こんだけ50発取れへんとね、それは無理。それでも一本桜でやり続ける。一本筋の通った男になりたい。おっ、なえ、演出出して共通3枚なんかあるんじゃない。上がったか。やっぱいやー、お祭り、いきます。えい、よし、にわっしょい、うん、やっ、わっしょい、わっしょい、3わっしょい、おい、いやー、スコーキー、4わっしょい、すごー、これは熱いやろ、中チェ、違う、弱チェでか、は？乗らんのかい、ここ、よしよしよし、乗せ乗せ、20ゲーム、オッケー、弱チェならでかい。おーし、おった。あー、ファイルワッショイ。おー、なんちゅうタイミング。追加、乗ってない。よし、6ワッショイ、いてる。セブンズ TV ワッショイ、ちょっ、楽しい。少ないゲーム数やったとしてもね、こういうことができれば出るか。おー、おる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 、せっせっせいやー、せっせっせいや、はじまっしょ。今のは来たと思った、今のは来たと思った。くぁー、わっしょいチャンス入る時のレバーで日本一ドキドキしてる男。あ、ロング確定や。これね、めちゃめちゃ地味なんですけど、めっちゃ引きたかったんですよ。演出って言っていいんかな、わからないですけど、パターンっては一番引きたかったやつなんで。で、このタイミングでロング終わってたら俺笑うで。はい、行きました。はい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 、キューワッショイ、キュアのせい、タノビス、いやー、キューワッショイ、ちょっと曲を聴きたくなっちゃった。先ほどの AT から通算して230ゲームの1263枚、10ワッショイというわけで、さあもう一度ここでレースで引き戻せば逆転も見えてくるの違う。まあまあ、そう、 OKOK。 でも半分出玉が返ってきましたんで、まだ打てる、まだ立ってられる。1200枚しか出てないっていう言い方が正しいかもしれないですけど、楽しい。やっぱり祭りがこう連打するのも非常に楽しいな、やっぱり。いや、だから次も初当たり早く引いてほしい。お願いします。到着。ああ、やっぱり何かしらあると思ったらここだべや。俺はちょっと高設定っぽいと思うんで、50杯以上やと思ってるけれども、当てないといけないんで。はい、あえて見ない。あ、激走はない。あ、絶壁あり。際どい、カッパー、あ、パクった。
やっぱ設定ありそう。上の方メガネと緑マイメンしかいるおらんなら奥のマイメン。よーし久しぶり。マイメンマイメン。さあカッパさんのセブンズ TV での思い出といえば、天井で90ゲームというゲロゲーム数で終わったことがあったんで、目標は150。謙虚いきます。いくぞー。えいさあ手あーはいよけろ。うわもう早い早い。お茶なくなるの早い。ここじゃ取るか。よしレア子役引いて寿司ネタ買えな。おい早ない。いやいやいやちょっと驚きのベルレンやって。その卵は欲しい。卵は好きよ。卵はバンドエイジなんでや。ここはこれで30。よしウニ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 オッケー。目標超えた。いらん硬いのはいらん。カッパ巻きまれた。楽しかった。連打で復活するかもしれん。いくぞ飲み込め。180ゲームごちそうさまでした。いきます。ようやくデカめのゲーム数取れましたね。もちろんアマテラスとか飛ぶとかもそうっすけど、ここでわっしょいわっしょいしながらゲーム数乗せるのが一番大事じゃないなんで、わっしょいわっしょいしたい。おいおいおよしわっしょい、うん、よーい強チェリー放棄おっつ花の刑事順調。へいへいなかなかだね。まだ引っ張る。8点。そりゃ来るでしょうよ。はい幸せや。嬉しいねこの100の世話。逆転するぞこの調子でいきゃよ。お超チェリーメガトンボーナス。あうわ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 7瀬わっしょい。きたあれきてない。結局108ゲームからスタートしましたけど、297ゲーム1058枚8わっしょい。レースいきます。お2人になった。あれアウト。ちょいマイナスまで戻ってきました。ほんまに手応えも良さそうなんで、あと 1,2 回初当たり引いたら逆転してそのままプラス領域まで持っていけるかもしれへん。ヤジキタ初勝利が目の前。お、新緑の樹海。はい、天狗同行。お、来た来た来た。 F 以上確定。新緑の樹海スタートなんで当たれば 2V1 で天狗。楽しくなってきたな。よし、まあ、もう一回ぐらい行ってほしいけど、どうだよ。これは G っすね。まあ、6なら F でも80ですけど、 G やったら問答無用で6なら 80% で5やと 70% 1から4まで 66.7%。 ほな行きます。頼んだ。うわっ OK 俵絶壁もろったでしょ天狗さん。イエーサイ。この時点で3桁確定。目指すは300。ニョイボアタック行こう。伸びろニョイボ。もうほんまにね手つきがダカンダカンダカン。キターボタンキターボタンキター。よしイエッサー。これが天狗の力じゃ。ファンになってもいいんじゃぞ。もうファンですあなたの。はい300やった。よし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 、これで逆転や。あーやったやったやった。飛ぶより乗った。鳥人間みたいなね、現代の機械よりもあやかしのやつが一番やばいんですね。おーっす。いやなかなかだね。ですか。おっボーナスでした。はい、めちゃめちゃ少ない。はい、トータルで30ゲームはなぜかな。おー、わっしょいチャンス。わっしょい。
はい、わっしょい、イエーイ、わっしょい、よし、えい、わっしょい、きたー、よし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 、本日初めての荒波、リプレート10枚ベル以外で確実に乗せる、はい、上乗せです、これ上乗せ、 Yes I do it Go、 はいはい、これも上乗せ Go、 いいなやっぱ荒波面白いなはい上乗せ、ういあ40ゲームでしたね、上乗せ、本来なら上乗せ出るでもおかしくないわっしょいチャンスがもう40も乗るんやからたまらんっすよ、ほんまに Yes 9わっしょいヤーマン、しかも上乗せ確定ですからね、よし軽い気持ちでいこう、さっきちょっと重すぎたわ、いや軽すぎるのもよくないか、よし上乗せ、いやー終わった30いかせん、天狗から始まった AT は440ゲーム消化1579枚、本日最大のワッショイ数12ワッショイ、いやこれでとりあえずプラスまで行きましたね、長かった46本投資からの生還、奇跡ではない、おそらくあると思うんですよね、上3つ取るか、僕は6やと思ってるんですけど、ただあの6するところがちょっと気にはなるんですけどね、まあ、ただ設定が良さそうで、今までそれこそ他のホールさんでも打ってきましたけど、こんなに挙動のいい弾き方はないんで、ちょ打てるとこまで打ちます、でもやっぱ50なんよね、何も引けず50ゲームで終わり、優しく、よしダブルでやったね、490枚獲得、3ワッショイ、ヤギに電流走る、いってらっしゃい、熱っ、やば、来た、飛ぶのチャンスや、これ2人で行って、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 よっしゃ来たリベンジが来た、これラストでしょ AT、 もうだからこれでやめます、この AT で俺はやめます、この台をだから最後の AT、 本日最後の AT、 動画の尺とか考えるな、飼育場を見るんじゃないよ、これで決めます、行くぞコンチオンカモン、行ってきます、うわもうほんま60だけやめてな、よし行こう、テイクオフ、俺これ嫌やわ、これ前と同じパターンやって、今日チャンスでじゃなければ大丈夫やと思う、あよし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 、行くぞそういうのやめて、さあトラウマを払拭しろ、俺最悪や、はい、じゃあ行きます、まあ正直自分でも行くと思ってへんかったし、次行ってきっちり乗せたらもうやじきたから卒業やと思ってたんですけど、卒業できないっすね、まだまだ打てと、まだまだ卒業できないっす、俺は結構おかしい確率 80% 継続2回連続最低保証やからな、俺次引いた時ほんまに極上の馬の極上の馬乗せクレーンがあったらおこやで、やっぱりな、上がってるよな、固まらんな、もう今更そんなんどうでもええか、見てるみんなもな、一番の見どころの飛ぶ60やもんね、悪い夢を見た気分にはなってるけど
あのね、何年 80% ループできへんのにね、こういう薄いとこ引っ張ってくるんやろね。再生保証で終わる人もおったら伸ばし続ける人もおる。だからこの台は素晴らしいんですよ。文句じゃないよ。嬉しいね。嬉しいけど、薄いとこしか引っ張ってこられへん人間はこうなっちゃうねん。熱っ。ボーナス確定。はい、薄いところは引いていくぜ。はい、と、ヤーマン、よし、いいでございまする。お嬢様、お嬢様、よし、はい、323枚、えぐいぐらい取った。終了。はい、終了です。280ゲーム消化1216枚、わっしょいは7わっしょい。スタート60ゲームやったのにようこんだけ乗りました。ちょっと何のアッパレチャンスから言ったかあんまりちょっと記憶が曖昧3センチですけど、とにかくレース勝ったらかっこいいや。行こう。はい、まあとにかく店内チェックをしようかな。こちらの方のヤジギタすげー出てます。9300枚。そう、これがめちゃめちゃログっぽいヤジギタです。まあ一撃で出たんですけど、その前からねマダラに出てたんで、まあ、絶対上やと思います。で、僕の台です。今こんな状態です。一応今出玉ピック3815枚、当たり11回。隣のエヴァもねいい感じなんですよね。ずっとグラフ、まあ、プラス領域で数、もう片方の方の台も4000枚出てて、マイナスやったんですけどプラスまで持ってて、後ろこれだけある。なんかこの辺が4台並びで良さげではあるんで、もしかしたら塊で入ってるのかもしれないですね。2台構成っていうコーナーが結構多くなったっぽいんであるのかも。段持ちはやっぱり相変わらずプラスの台があるの。3台中1台。こちらの方の台はねすごい苦しそうなんですけども、前日が高設定っぽくて据え置き挙動をして、さらに引き戻しももう3回ぐらいあると、前日の高設定の据え置きっぽいとは言ってました。さらばも分かんないんですけど、まあ、すごいこの辺出てますよ。ここ上に5箱と後ろに1箱で、こっちの方の台は上に2箱で後ろにこれだけと。まあサラバンは売ってる人じゃないと分からへんからな。まああるのかもしれないです。こちらの方の台も、まあ、AT の初当たりも多いですし、上に安定して出玉取ってるんで、あってもおかしくないんじゃないかな。番長3これあるんじゃない、人変わってるんですけど。ボーナス10回の ART71。 まあこちらの方のマヌマギはプラス領域ですけども、そこまで強くはなさそうかなっていう感じ。こちらの方もずっと500カウントして粘られててプラマイゼロ要件で、なんか中間はありそうやな。反逆これ3000枚プラスですね。すごいいい右肩上がりしてます。でエウレカ3は間違いなく本体あると思う。すごい綺麗に右肩上がりしてます。上に3箱別積みが2箱。まあ別積みコーナー結構ありますからね。153番台やばいです。これ何ゴッドかな。バイオハザードリベレーションズでしたね、さっきの別積みゾーンは。何枚出てます、すごいな。まあ、マイジャグは中間多めかなってイメージてな感じですかね。まあ、ちょっとねうちのカメラマンのサトシとも相談しつつ、あんだけ高設定いい挙動のヤジキタが打ちたいって言ってたでしょ、言われまして、そうよ誰よりも俺が続けたいって言ったら、いや別に続けたらいいじゃないですかっていう話になりまして、やめると言い切りましたが、やめたくないのが正直な気持ちなので打ちます。いらんこと言ってすいませんでした。もう二度と大きなクジャ叩きません。すいませんでした。ほんまに挙動がいいからやっぱどうなるかっていうのは打ちたいから打ちます。もう二度とこういうチャンスないかもしれないんで。おお、一周決め当たってほしいな。はい、レア役、今回のコースはオケコギ、変わらこれ外したくさいな。おー来た来た、またレア役、ゴーチェリー、確定、カッパやろ、緑の前面やっていらっしゃいました。カッパいきます。こっちか、レース中のゴーチェリーから。はい、スーパーヤジキタボーナス、はいはいはい、カッパやる前
前にもうすでに50ゲーム乗ってる。鼻びっくりや、鼻びっくりや、シューテまであるぞよ。あ、今日チャンス目かいな。あ、スイッカやばい、3桁あるっす。やばいやばい、ビューティフルでまだいってる。50か、50か、100あると思った。半端ないこのボーナス、乗せ方がやばい、飛ぶよりやばいことなってる。やばくないマジで、乗せすぎじゃないちょっと。はい、160ゲーム上乗せ246枚獲得で、あっぱれチャンスです。このビッグボーナスの上乗せゲーム数を超える。はい、行くぞ。どうよ、オッケー、卵は欲しい、オッケー。あー、イカいらん、イカ2貫もいらんぞ、イカ2貫もう。えい、卵、よし卵。いやちょっと回ってるレーンのネタがやばいな。あーやばい、卵、よしよし、来た、皿がかき変わる可能性あり。よし、来たよ。伊勢エビ食いたいっすね、俺エビ大好き。うわー、食べたかったな。オッケー、あ、お茶があと1個しかない。よし、卵、あ、いくら、いくらまでいきたい。こっから耐えろ、いらんぞベルは。あー、超えていけ。あー、130、伊勢エビが欲しかった。はい、見せ場多いな。わっしょい、メタル、いや、くよーしょ、わっしょい、おった、わっしょい、わっしょい、わっしょい、おー、エロくないっすか、最高にエロくないっすか、俺久しぶりに見た気がする、もうほんまに5年ぶりぐらいに見た。はい、わっしょい、おった、わっしょい、はい、いやー、さあさあ、うわー、食べたかったな。はい、というわけでレース中にボーナスを引いて突入したカッパからの AT は320ゲーム消化1624枚の14わっしょい、なですよな。時間がね、今もう9時前とハマりもエグいんで、まあ、今日実際問題6スルーで800ちょいとかハマっちゃったんで、まあ、もうこれ以上打ったらそのハマりも怖いですし、また飛ぶとか入っちゃってゴリッと仮に乗っちゃったら取りきれないんで、それはあまりにもこの展開からは悔しすぎるんで、まあ、ここら辺でやめたいと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。シンガーデンザマテンさんでの実践終了しました。投資が 46,216 枚で、回収が4891枚なのでプラス2775枚となりました。ありがとうございます。飛ぶの時点でやめてたらここまでプラスになってなかったですね。カメラも貼ってないところでもずっとね、矢敷の話するんですよ僕は。もうサトシ君にだから、そんなに好きなダイヤやったらもっと回してくださいよって言ってくれたら、もうサトシにまずは感謝したいです。ありがとうございました、本当にありがとう。まあ、店内状況ですけども、メインどころとなってる6号機とかは各島1台は入ってんのかなっていうイメージでした。あと多分ね、見えてないところにも6っていうよりかはやっぱ中間以上、まあ、4号が多いかなっていうイメージ。でもね、サラバンは多分ね入っててもおかしくなかったと思う。あんだけやっぱ売ってる人しかわからないし、6でも荒いんで。でバン3もね、1台僕があのグラフ映した台人は変わってたんですけど、あの台とかはあっていいんちゃうかなって思いますけどね。僕のヤジキタに関してですけども、寄せてくれたん違うかなとは思います。両方とも設定は入ってたと思います。僕はの台は5だと思います。本日の動画、僕ヤジキタで4連敗してたんで、ついに勝てたんで、勝てたらよかったなって思ってくださったりとか、セブンズ TV を応援したい気持ちがございましたら、ぜひぜひ動画の方にグッド、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして近々のスケジュールがこうなっております。はい、
いろんなところ参ります。本当にもう忙しくなって参りました。ありがたいことにでございます。ぜひ皆さんが来ていただけるのが一番僕たちは幸せですので、お待ちしております。どうぞ来てください。それではまた近々セブンズ TV の動画が上がると思いますので、そちらの方もよろしくお願いします。本日はご視聴の方ありがとうございました。またよろしくお願いします。やりきった最高、また来る。